ギーザ動物園はエジプト、ギーザにある動物園である。これは市内にわずかしかない領口の一つでギーザ最大の公園を含んでいる。動物園は面積80エーカーであり多くの絶滅危惧種を飼育している。2002年に中東で生まれた最初のカリフォルニアアシカを含む希少種の繁殖に成功している。動物園内の日本風の建物動物園は イスマー・イール・パシャによって建設され、1891年にオープンした。動物園は以前ハレムガーデンの一部だった約50フェダーの土地に建設された。イスマー・イールはインド、アフリカ、南アメリカから多くの植物を輸入し、1871年頃にバンヤンジュは今日でも見ることができる。当初は動物園のコレクションとして、 180羽の鳥と78匹の他の動物がイスマー・イール市有の動物園から集められた。1870年代には国がイスマー・イールの負債の支払いの一部として動物園を占領した。1890年1月にはハレムビルが自然史博物館としてオープンし、新しい博物館が1902年タハリール広場にオープンするまでこの状態が続いた。 ナイル川に面する庭園の一部は大きな家のために公に売られたが、ハレムガーデンは完全に囲われていた。動物園が建設された時、半分自然の生息地のある展示はヨーロッパの標準に比べ広いと考えられていた。動物の収集は特にエジプトのものが多く、一部は渡り鳥だったかもしれないが、ある時点では400種に満話を数えた。 20世紀半ばには世界で最良の動物園の一つとして考えられていた。しかし、その世紀の後半にはカイロの人口増加のように成長の圧力に合わせるのに苦労していた。第二次世界大戦の終了までに動物園は700匹の哺乳類、500匹の爬虫類など4700の展示品を加えた。 1889年に43,567人だった入場者数は1906年には22,3525人まで増加した2007年時点での入場者数はおよそ340万人である。2004年動物園は世界動物園水族環境界から脱退した。動物園は回避を払っておらず、その後の技の勧告を無視した。 2010年時点で動物園はアフリカ動物園水族環境界のメンバーであり、技に再任されることを目指している。動物園内のギュスターブ・エッフェルによる橋ガーデンには、トリエステからの黒いで舗装された道が含まれており、飾られた歩道はモザイクや現在の動物園のティートのような大理石の島のある池の外側に置かれている。動物園にはさらに、 観光客が上から動物を見られるようにギュスターブ・エッフェルによって設計された吊り橋が存在する。この橋は世界の動物園で最初の高所からの展示だった可能性がある。敷地内には爬虫類の家や白星の建物もある。動物園がわざの会員資格を回復するため改善が行われており2008年には熊を 暑さから冷やすために扇風機と細切り噴霧装置を増やした。また、クマをより快適にさせるため、床に冷水を通す計画もある。ウィキメディアコモンズには、ギーザ動物園に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。